フランシスコ・マシア・スンゲマ、フランシスコ・マシュース・ヌエマ、1924年1月1日から1979年9月29日は、赤道ギニア共和国の政治家、同国の初代大統領、ファン族出身、元は共産主義者、スペインの植民地であった頃に、現地議会の求新独立派のメンバーであった。その後、 植民地支配の終焉とともに選挙によって初代大統領に選出され独立直前の1968年9月に就任した。外交ではソ連圏と緊密な関係を維持する一方で国民と外部世界の接触を抑える一種の鎖国政策を実施した。1970年に野党活動を禁止し自らが率いる 唯一の合法政党労働国民統一党を結成。1972年7月には終身大統領を宣言。1973年に大統領への絶対権力の集中を定めた憲法を採択、独裁体制を固めた。恐怖政治を行い、多くの反体制的な国民を粛清したため、国民の3分の1が、 亡命者として国外へ脱出するという異常事態が発生した。1979年に、おいのテオドロ・オビアン・ゲマ率いるクーデターで処刑された。なお、失脚時に妻と子供は北朝鮮に亡命している。北朝鮮で15年過ごしたアフリカ独裁者の娘、カ回顧録出版。ロイター。h t t p j p r e u t e r c o m アーティクル。 ジェープ氏が、えじて9 9303C2013 万1 4 2 0 1 3年11月8日閲覧。ありがとうございます。